はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と読みます。はい、この秋から販売の加藤201の工房説バージョンですね。はい、販売いたします。はい、ボディが同じで、シャーペンをボールペンにする、ボールペンをシャーペンにするっていうことが可能です。買っていただいた後、メカパーツだけを買っていただいて、ご自身で交換していただくことが可能となりますので、そのやり方動画撮っていきたいと思います。はい、でいろいろとね、注意点があるので、この動画必ず見てほしいんですが、まずやっていくの、シャーペンからボールペンに変えていきたいと思います。でね、シャーペンの場合、中きっと見るとクリップホルダーとクリップが別々となっております。これね、実はくっつけた状態でやろうとするとものすごい入れにくいことが判明しました。なのでね、後からクリップをつけるという方法を取ってください。はい、なので後からまたね、シャーペンをボールペンにして、ボールペンをシャーペンにする場合がございますね。なのでその時はね、最初にねクリップ外しましょう。じゃあシャーペンをね、ボールペンに変えていきたいと思いますので、はい、まずボールペンキット出していきます。よいしょ。でこのチューブが入ってるので、ね、チューブがねとっても重要です。はい、グリップホルダーメカですね。はい、でバネ、そして口金ですね。はい、という字で袋から出していきます。はい、でね、クリップを取るまでに先に口金ばらしましょう。はい、で これ口金回すときね、ここのボディから一緒に外れてくる場合もあります。問題ありません、全然問題ありません。一緒に外してもらって、外れるときに外してもらって結構です。はい、でこの状態でクリップ外さないと結構きついです。はい、で傷つかないようにこのチューブ入れましょう。はい、でね、ここの隙間に指を、爪をね引っ掛けてね、こうやってちょっと上に引っ掛けるんですよ。そしたらもう上に引っ張るだけでいいです。はい、結構ね爪ダメージ食らいます。なので女性の方、お父さんとかね、弟さんとかお兄さんとかね、男性の方にねやってもらった方がいいかなと思います。はい、そしたら金具くる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 と回して、ボディだけにいたします。でボールペンにする場合ですね、ボールペンの時、ここにくっつけて構え、ちょっと傷つかないようにね回す時で、なんでボールペンの場合はねクリップつけたまんまでいいかっていうとですね、ここが実はねほぼほぼガイドになってるんですよ。なので結構ねまっすぐ入ってくれるんです。はい、入れるときねグッと力入れます。でネジがここに来るときにね、なるべくまっすぐなので、ちょっとこれをキュッと上げる感じですねにして、くるっと回していくと入っていきます。はい、という感じで、でまたプンと取ってもらって、でフィールを入れます、バネ入れます、で口金をつけます。でね、ちょっとだけね遊びがあるので、ここは見ながらっていうところですね。はい、こんな感じで、またシャーペンにしたいなって場合ですね、はい、またバラします。口金を取って、バネも取って、リフィールを取っていただいて、こちら、はい、よいしょ、出ていただいて、くるくると回します。でボディですね。はい、
で、まあ、こちらをバラしていただくと、さっきバラしたこの3パーツに、あ、4パーツになりますね。はい。そしたらまず最初このクリップホルダーをね、入れていただきます。はい。そしてここ木目に合わせてね、やるときにこうやって持ってもこういうふうになります。で、指をね、斜めにしてもらって指を入れてギュッと押すんです。押すとこういうふうに入ります。そしたらもう上から押していただいて、このように、でこれをご自身でやっていただきたいので、ここをステンレスにした理由がそこにある。傷がつきにくいです。メッキだとね、これが剥げる場合がございますので、はい、ご注意してください。で、メカ、ここはね、外さなくても大丈夫です。工房、ペンシル、セスの場合、ここ外さないと入らないんですけども、はい、このまま、キュッとしてもらって、はい、軽く締めて、うん、大丈夫かな、ちょっとこっちに寄ってるかなと思ったら、緩めたもんして、こっちが隙間、あ、木が見えたのでね、キュッと押してもらいながら、クッと締めると、まっすぐなる。ということですね。はい、はい、というわけで出てこないかな、出てきた。はい、こんな感じでまたペンシルに戻すことができました。はい、このようになっております。はい、なかなかね、あのペンシルに戻すとき苦労するかなと思います。クリップを外すときご注意が必要です。はい、もし木に傷がついてしまったりとかした場合はメンテナンスができますが、中のネジをね、あの壊してしまったら、ネジ山をね潰してしまったらね、もうこれはね修復不可能でございます。はい、どうしてもダメだなと思った場合はね、あの相談してください。はい、僕の方で交換してっていうのも対応はいたします。はい、そんな感じで、はい、まあ今後ね、まあこういうことがいろいろ問題点が起こってくるかなと思っておりますので、臨機応変に対応していきたいと思います。では加藤201という新金具ですね、はい、こちらの方交換の仕方やってきました。はい、まだまだねパーツがねそんなにできておりません。少ないです。販売がねまだ安定しておりませんが、まあ今後安定していくのかなと思っております。ではでは、またよろしくお願いいたします。